はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。これは中西の朝食ですね。はい、はい、味噌煮込みうどんなんですが、はい、これ味噌煮込みトマト味噌煮込みうどんね。トマトの旨味って書いてありますね。スガキ屋さんですね。はい、トマト味噌煮込みうどん。はい、麺太っ。こんなに太いんですね、麺。すごい。これスープね。お野菜入れていきましょう。先にスープ入れた方がいいかな。何しろ具だくさん。あ、トマトの香りする。煮込みうどんですから煮込まないとね。で、エビフリアをちょっとね。エビフリアをね。もういいでしょうね、多分ね。トマトの香りがね、まあまあトマト足してるんで余計なんでしょうけど。ほら。すごい。クツ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 。はい。いただきたいと思います。いただきます。はい。鍋の蓋をそのままね、使いますんでね。いただきます。トマト。トマト。トマト味噌に負けるんじゃないかなと思ったら、トマトが勝ってる。トマト。すんごいトマト。麺ね、すごい硬い。結構煮込みましたよ。でも硬いんですよ。味噌煮込みうどんのうどんって硬いんですね。で、かなり煮込んでも硬いままなんですよね。エビフリアをいただきますね。うん、おいしい。この麺すごいですね、インスタントなのにね、しっかりしてるわ。とにかくトマトですね、これ。鶏肉も美味しい。トマト足さなくてよかったのかもね。エビフライ美味しい。具材多すぎるとちょっと食べづらいですね。ちょっと入れすぎた。欲張っちゃいました。もう立たないと取りづらい。エビフライ美味しいですね。この味噌煮込みうどんとか鍋焼きうどんに入ってる揚げ物、天ぷらとかこのフライ美味しいですね。染みて。ごちそうさまです。うん、美味しかった。うん、また名古屋でね、お店でね、味噌煮込みうどん食べたいな。美味しいんですよね。エビ天が入ってるやつ好きです。生卵もボンと乗っててね、エビ天入ってるのいいですよね。でもね、これ昨日かスーパーでなんだこれと思って買ったんですけども、でお家に帰って調べてみるんですが、あのスガキ屋さんのホームページにも載ってないですよね。これ情報が載ってない。なんだろうこれね。
うん、スガキ屋さんですよね、うん、新商品は新商品だと思うんですけど情報が載ってないですよね。まあまあまあ、うん、まあいいや。まあちゅうことで、はい、美味しかったです。まじまじじゃまじゃ。あ、このノーマルのお味噌煮込みうどんもね、僕一回食べたかな、今度改めてちゃんと食べてみようかな。うん、ノーマルの味噌煮込みうどんね、あのスガキ屋さんのね、ね、うん、まじゃ。